じゃあこの NT の親が SP の子供と対すると。理性的な親とアーティザンの子供。理性的な親、NT の親の現実的な視点は SP 子供の成熟を監督するのには適していますと。彼らの客観性は子供に何かを期待することを避けさせます。そのため小さな SP が刺激に縛られ衝動的で刺激的な活動には真っ向からそして危機として取り組むことに気づいてもそれには失望しないと。理性的な親はアーティザンの SP の子供の衝動的な行動のその軌跡を追いかけ子供の必然的で精力的な試練に耐えられるようしっかりとした制限を設けて子供を追い詰めようと最善を尽くしますと、はい、一応この辺までっていう枠組みを決めて、はいはい、やれ、はい、極限まで行け、はい、行ったらもうちょっと広げるって本当に危険があったりすると止めるみたいな感じですよね。なるほど、本当にやばい状況なのでできるってことで、はい、ですね。この理性的な親が論理的帰結の原則を最も効果的に適用できるのはアーティザンの子供の場合であり、子供がどんな偶発的なものであれ悪用した特権を即座に無条件で取り除くという方法であると。なるほど、はい、SP の子供は試すって言いますからね、はい、どこまで OK か、それも視野に入れて、はい、回り込んで用意することができる、はい、なるほど。でこの生まれつき実用的で順応性のある SP の子供たちはそのような強固な制限の現実に抵抗することはなく、すぐにその枠内で楽しく遊ぶようになりますと。しかし理性的な親が SP アーティザンの子供の成熟のためにできることはこれだけではないと。理性的な親はこのアーティザンの子供の多くがチャンスがあれば芸術性を発揮することには驚き、それに喜びを感じますと。なるほど。では次、レーショナルの親と SJ ガーディアンの子供の場合と。理性的な親、ガーディアンの子供。この理性的な親はガーディアンの子供の関係にはいささか問題があり、時には苛立ちを覚えます、はい、この SJ の子供が創意工夫をして自立し意志の強さを増すのに助けるためには何をしたらいいかはわからないと、はい、だって SJ の子供は創意工夫しようと思ってないし教えてよですよ、ね、自立したいと思ってないんだもん創意工夫を教えてよみたいな感じですよね。そうですよ、どうやってやればいいのって、はい、例えばみたいな、何真似したらいいの、考えろよって思うんでしょうね、はい、理性的な親は実際このガーディアンの子供が社会的に馴染もうとすることに悩まされると。どこ行くんだよって、はい、それ矛盾ばっかりだよって、はいはい、なるほど。 SJ の子供は社会的の集団に合わせる傾向があり、他の子供たちがやってるからやる、はい、という理由で S が何かをやってるのを見るのは、はい、理性的な親を悩ませると、はい、そして理性的な親は SJ の子供たちがいつも安心感を求めていることに失望すると、はいはい、なぜ SJ の子供が SP や NF、NT の兄弟のように大胆であったり熱心に何かを追い求めたり、はい、好奇心旺盛であったりすることができないのだろうかって思うと、なぜ子供たちはあらゆる苦痛、失望、過ち、恐れを報告してくるのか、はい、こんなことがあったよ、こんなことが心配だよ、はい、いちいち言うなと。理性的な親は子供たちの理性に訴えることも勇気や希望を訴えることも自分から飛び出そうという気持ちに訴えることもできないからだと。しかしここにいる SJ の子供たちは困惑し、不確かな NT の両親を喜ばせるために役に立ったり、はい、奉仕したり、こんないいことをやったよ、うん、社会的ルールに従ったよ、はい、で SJ の子供が考えられる限りあらゆる方法を試みる、はい、褒めてほしいもある多分 SJ にはある、こういうことをやったよっていうので、はい、そんな場合この理性的な NT の親は一歩身を引いて、このガーディアンの子供が社会の柱となるよう成熟するのを伴侶に見守らせた方がいい、はいはい、お前が手を出すなと、お前がイライラして、はいはい、
そんな必要はないと。はい。では、次は、このレーショナルと、理想主義の子供、NF ですね。この合理的な親、NT の親は、現実主義者であるので、ほとんどの子供には通用しても、この NF の子供には、それが通用しないことをすぐに理解すると。理性的な親にとって、この NF の子供は、論理的な説明や説得を全く受け付けないと。感情的で薄情な理想主義者の子供と対峙するのは不愉快なことであると。論理的な結果を突きつけても、苛立ちを見せる NF の子供には印象が良くないと。なるほど。この理性的な親は子供を叱ることも何かを叱られることもしないので、まあ、子供を叱ることもしないので、イライラしている時には身を引いて静かに成り行きを見守ることで、この NF の気性、はい、気性に火を注ぐことがないのを学ぶと。うん、まあ、何か言うとすぐに、わーって言い出す。はい。NF ってそんな子供なんですね。でも、なんかそんな感じはするじゃないですか。理屈でこうやってくると、いやみたいな。そうですね、はい。子供っぽいですよね。なるほど。一方、この NT の両親は、NF の子供たちが絶えず見せる熱意、想像力、空想力は、には魅了され、それを喜ぶことはあると。実際、このような想像力に対する、この相互の喜びが、理性的な親と、理性的な親と、理想的な子供との間の愛情の絆の基礎となって、この絆は切れることはないと、うん、なるほど。今日この NF の子供も、はい、親っていうのは、はい、親っていうだけで、はい、多分もういいなんですよ、それは多分。はい、はい、まあなんかその論理的な部分も認めてる部分もあるんじゃないですか。すごいって思う部分はある。はい、分かるときはね。はい、だからそれをガッとこうしろみたいな感じで来ると嫌ってなるけど。しろは嫌になりますね、はい。はい。こうするといいみたいなのは、いや、そうじゃないだろうみたいなのが出てくるけど。はい、でも多分、後々、はい、ごめんねって。やっぱり正しかったよ、そっちが。はい。っていうのはなると思います。はい。はい、そういう、なんか、論理みたいなのが、間違ってるとは思ってない、はい。思ってないと思います。はい。わ、はい、からないだけです。はい。一瞬。で、あとは、レーショナルペアレントと、レーショナルチャイルド。理性主義な子供と理性的な親と理性的な子供は、大抵小さな子供は欲求や期待に合理的であることは滅多になく、理屈をこねるのは風に向かって叫ぶようなものだ。しかし理性的な子供は理性に耳を傾けるし、大きくなればなるほど耳を傾けるようになると。なので理性的な親は理性的な子供と接するのは苦労することは全くないと。理性的な親が合理的な欲求や期待をすれば、子供はそれに応えてくれると確信しているからであると。またこの NT の親は NT の子供の多くの特徴、特に自立心の強さと、自立というのは、まあ、どっちなんでしょうね。自分を律する。はい、自分で立つ。まあ、この感じで今自分を律するようになっています。はい、自立の強さと知識技術を身につけようとする欲求を喜びますと。 NT の子供は生まれながらにして今度は自分を立つようになってますね。自立を主張し、この親と同じように知識の貯蔵庫を大きくしたり、スキルのレパートリーを研ぎ澄ましたり増やしたりすることにほとんど一心不乱に取り組むようになりますと。さて、この理性的な親は自分の特性が子供に反映されるのを喜ぶかもしれないが、理性的な子供が社会的な成長を必要としていることも認識しなければならないと。 NT の子供には少なくとも SP、SJ、NF 別のタイプの親が一人はいた方がいいと。はい、この現実とか感情とか、はい、もうある程度言ってくれる人が、はい、こっちの面もあるよって。反面ですもんね、人が見れるのって。はい。裏側もありますからね。はい。はい、まあ、それが最善ってわけでもないわけじゃないですか。そうですね。はい。と、はい、いうことで、
コンクリュージョン、結論。間違いなく親として成功率を高めるのは、その、概略については、子供と自分自身両方理解する方がいいよと。子供の性格を理解し、自分自身がその育児、意図を理解していれば、親として効果的、機能的である可能性が高いと。なので、親がその意味で、機能的にまあ、その、タイプっていうのを知ってていれば、まあその家族のシステムっていうのは機能的になって、子供たちは自立した自己肯定感の高い大人になるのに、そういう自分で肯定感高いイメージを持てるようになるよと、はい、話を聞いていると息子は SJ かもしれないと。あ、じゃあミスターはちょっと失望してるかもしれないですね。なんでこんなことを聞くって。はい、失望した経験がある。ああ、なるほどね。はい。でも失望する必要はないですよって。ないですよって話ですね。はい、ちゃんと成長してます、はい。息子は息子で自分で考えて、ちゃんとやってますと。はい。はい、